浦島太郎です。もう今年もあと3週ぐらいですか。本当もう今年は彼女とも別れ彼女と別れたことによっても入江が散らかり放題になり、もう30今年7でも来年年明けたら8、独身、泣きそう、やばい。始めます。関西で人気絶頂、時々全国区でも活躍するお笑い芸人ミサイルマンのツッコミ西大ひろし。そんな西大ひろしが海辺の街をブラブラする浦島太郎となって、茶の間に笑いと海の魅力を届けるこの企画。今回は鮮度抜群極うまな島の魚料理店に出会ってしまったというお話。浦島太郎の海人に会いたいシーズン2。そして今週の海人が、さあここは下鎌狩島ということで、青山さん早口言葉でお願いします。さすが潜水長、お願いします。やっぱ噛む。まあ島ですから、まあこれちょっと海鮮一発行きたいところですね。ちょっと美味しいもんは食べたいなというふうには思うんですけども、おい今週はちょっと食いたいな。極うま瀬戸内の海の幸、生けすから好きな魚を選んでください、金田さんが調理します。ってことは金田さんが言うてるわけじゃないですよねこれ。誰かが言うてるんですよね、選んでください、金田さんが調理します。でもメシアは、しかも生けすから好きな魚を選んで食べれるとこってことですかね。はい、わこれは嬉しい。いきますか、ついてこい、みんな。またええマッチやで、これなんかなあ。あ、祝ユネスコ記憶遺産に登録されてるわ。へえ。下鎌狩島は朝鮮通信使ゆかりの地として有名な歴史のある町。今年10月にはその関連資料がユネスコ記憶遺産に登録され、今注目の場所なんです。やっぱ橋のたもとってあんねんな、こういう食べるとことか。こうほんま浦島で勉強になったわ。あ、絶対でしょ、絶対こういう大きい橋のたもとにお食事どころ、もしくはこういうお土産の絶対あるから。はい。すいません、こんにちは。はい、いらっしゃいませ。ここはもういろんな地域の下鎌狩のお土産屋さん。もうここだけしかないですか。あ、下鎌狩はこちらお土産。下鎌狩ってこれやっぱ住んでる方もみんなやっぱ言いにくいのは思ってるんですか。そんなことないです。下鎌狩ってなんか言いにくないですか。言いにくくないです。ちょっとおすすめのなんか一品欲しいんですけど、このやったら何。うちのお店のおすすめは揚げたてのじゃこ天です。じゃこ天、はい、ください。お召し上がりですか。今から揚げますので少し、揚げたてもらえるんですか。そうですね、ご注文いただいてから揚げてるので。お店で一番の人気商品が揚げたてのじゃこ天。すり身には島の近海で採れたタラやエソ、ハモなど旬の白身魚がたっぷり。豊かな味わいと食感が最高なんです。うわー、めちゃめちゃ後で商品カットしやすいように。いただきます。お、うまちま太郎です、これ。ありがとうございます。わー、おいしい。結構こう危ないというか、まあ、弾力があります。身がプリプリしてるんですかね。そうですね、ハリがすごいと思います。おすすめです。おいしい。ありがとうございます。あんまね、もっと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 もカツラさんですか。あ、このイケスから好きな魚を選んで、はい、調理して、そのうち調理してくれるんですか。最高の店やん。どこにあります。隣の島になります。横の島や。そうそうそう、橋渡ってもらった、はい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 、にあるんや。なんていう店ですか。カツラ亭さん。カツラ亭さん行こう。静かや、ここですね、カツラさん。
こんにちは。すみません。浦島太郎です。こんにちは。こんにちは。金田さんですか。はい。金田さん、よろしくお願いいたします。あの激うま瀬戸内の海の幸、生けすから好きな魚を選んで金田さんが料理すると。はい。思ってた生けすと全然ちゃいますわ。すごいっすねこれ。ありがとうございます。ってことは、これ生けす魚取ってくるんですか。漁師ですからね。漁師として上釜狩島近海での漁をはじめ、魚の販売や宿泊可能な料理店まで営む金田さん。ここ桂亭は美味しい魚をもっとみんなに味わってほしいとの思いから始めたお店。自慢の魚料理は毎朝獲れたばかりの魚を生けすに移し、注文に応じて作るので新鮮そのもの。地元の旬の味が楽しめると県内外から多くのお客が来る人気店なんです。もう言うたらここ小瀬戸内ですよ。瀬戸内の魚を取ってここにも入れてるだけやから、うん、目の前を泳ぐごちそうの山。今回浦島太郎はおこぜ、アコウ、ウマヅラハギを注文。これでどうしよう。まだ食べる。え確かに今一番それ言うてほしかったのスタッフさえだと思う自分金払わへんからあれやけど浦島どんどん行くやんけっていう。そう、本日の浦島飯は贅沢にもお刺身三昧。青山さん、潜水ちゃん、ごめん、えらいことなってしもた。来たこれはやってしもた。はい、どうぞ。あかん、今生一周分の予算全部使ってるこれはすごい。ちょっとおこぜ、あこあこ、そしてハゲ。ハゲ、これだからもうシースルー3姉妹って呼びましょうか。そうですか。この薄造りが一番合う、このシースルー3姉妹たち、そしてサザエ2個、これは豪華な。いただきます。うまー、決まったよおいしい。脂がもうすごいわ。身のこう張り加減も最高。わー、美味しい。うん、うん、うまい。こっちは弾力というか身の質がやっぱ全然ちゃう。肝もうまー。ハゲの身を中トロで巻いて食うてるみたいな感じです。肝がもう桜の花の一枚みたいな。弾力のおこぜ、総合力のアコ、そして肝のハゲ、シースルー三人衆のキャッチフレーズ決まりました。やっぱこの瀬戸内のやっぱ魚も四季折々いろいろあると思うんですけども、はい、まあやっぱ美味しいですよね。と思います。でも今やっぱ子供たちが結構魚離れというのも話もこうね、いや自治体とかもなんかいろいろ取り組んでやってはりますけど、その辺はちょっとこうお魚やってる身からしたらいかがですか。そうですね、やっぱおい本当の美味しいもの純粋に食べてほしいんですけどね、うん、実際うちに来るお客さんなんかでもやっぱり、ね、どうしてもご年配の方の方が魚の美味しさを知ってるからお魚頼まれる方は多いですけど、やっぱり若い方はあんまり食べてないですよね。瀬戸内の海の幸の美味しさをもっと子どもたちにも感じてほしい。実は金田さん、漁師として小中学生を対象にした海の恵みと命の学習、漁業体験も行っているんです。残したりとかいろいろ今あるじゃないですか、うん、嫌いなもの食べたりとか、はい、っていうんじゃなしに、その食べるものの大事さっていうか、うん、ということをじゃあしっかり思ってもらいたいな。なるほど、うん、
ね、ありがたみですよね。そう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 、生きてるもんっていうのを地下に触れて、それを食べてるというのは大事ですもんね。そっから変わりますもんね。いやー、ええー、こと聞いた。金田さん、海と人をつなぐ立役者、魚に感謝を伝える伝道師、美味しく海の幸のありがたみを教えてくれて海がとう。いやー、今日の海人さんもすごかったな。来週の浦島太郎は桑原史郎さん、浦島のためにクリスマスプレゼントのセーター編み出す。お楽しみに。海と日本。